さあ、実験の始まりだ。どうも、成分解析サバゲーマーです。今回の動画は前回の動画の続きとなります。前回の成分解析実験室は、今回はライラクス製バルブでの初速燃費を検証。初期平均初速は丸い 79.5、 ライラクス 81.5、 中期平均初速は丸い 70.65、 ライラクス 76.04、中期平均初速は丸い 63.09、 ライラクス 69.68。 本実験での射撃可能弾数は丸い 20g 注入225発、ライラクス 23g 注入263発、ガス 1g あたりの射撃可能弾数は丸い 11.25、 ライラクス 11.4 以上の結果となりました。ライラクスの初期ガス消費量には驚きましたが、最終的な発射可能弾数は純正並み。初期こそ平均初速に大した差はありませんが、中期から周期では差が結構ありますね。マージンが冷えて苦しい場面でも初速を維持。バルブの構造的に大量の気化ガスを一気に放出して、すぐ閉鎖することで余剰ガスを減らして燃費を維持しているんだと思われます。BB 弾が加速する距離が長いバレルだとこの点は不利になる可能性ありますが、ノーマルバレルでは気にならないので追加購入したくなるパーツですね。ただ回収対象品なのが悲しい。次回は MK23 のアイデンティティである消音がテーマ。カスタムバルブで音に変化あるかを検証します。それでは次回お楽しみに。バイバイ。これが前回というわけで、今回は純正バルブとカスタムバルブで射撃音にどんな変化があるのか検証したいと思います。まずはライラクスバルブ側の計量。 15g 注入の 369g、7割注入くらいですね。次は丸い純正側の計量。 21g 注入で 377g、 こちらはほぼ満タン。次は 0.2g BB 弾を5発装填して初速の確認。まずはライラックス側から初速を見てみましょう。バルブは全開放の状態。1発目 37.17、 2発目 82.97、82.98、84.31、84.37。相変わらず癖のあるバルブで驚きの初弾でしたが、2発目から5発目の平均は 83.65。 次は丸い側の初速を見てみましょう。1発目エラー、2発目 81.1、 80.33、 81.35、 80.38。 こちらは1発目にエラーでしたが、2発目から5発目の平均は 80.79。2社の平均初速は上記の通りです。次は騒音計を使用して射撃音の確認をします。まずはライラクス側の銃口での計測。ちなみに 100dB は電車通過時のガード下、 110dB は 2m 離れた車のクラクション相当。こちら1発目 109.7、 111.7、 114.0、 114.2、112.7、 5発平均 112.5。 次は銃の真横での測定。 104.1、 103.7、 107.5、 103.7、 105.4、 5発平均 104.9。 どちらも至近距離で聞くと結構な騒音ですね。次は丸い側の計測。1発目 114.4、 113.6、 113.7、 113.0、 111.9。 次は真横継続。 102.1、 103.3、 102.3、 103.0、 103.0。 銃口平均 113.5、 真横平均 102.7。正直誤差レベルの違い。次はサプレッサーありで計測します。引き続き丸い側を確認。1発目 99.2、 100.4、 100.7、 100.5、 100.8。 次は真横計測。1発目 86.5、 92.2、91.1、92.1、
91.7、中高平均 100.3、 マイコ平均 90.7、 サプレッサー装着で 12dB ほど下がってますね。次はライラックス側の計測。一発目 98.5、 99.0、 99.0、 99.1、 99.3、 一発目 94.9、94.6、 94.2、 95.0、 92.6、 中高平均 99.0、 マイク平均 94.3。 サプレッサー装着の効果がありましたが、バルブ全開放の影響か、マイクは純正よりも高い結果。というわけで次はバルブを4分の1開放にして検証します。バルブが4分の1開放になっているのを確認して戻していきます。まずは初速の確認から行います。ここでお約束のトラブル発生。全然美味しくないトラブルなのでやめてください。回収対象となる構造に四苦八苦する成分解、これを超好意的に解釈すると、経緯に初速変更を防ぐ安全装置だ。時は過ぎ、ようやく復旧。さて気を取り直して初速確認だ。不穏な流れやめてください。2発目 68.35、 66.79、 67.2、 66.74、 平均は 67.27。 ではこのまま重厚計測。サップなし4分の1開放バルブだとどうなるかな。一発目 110.1、 110.9、110.6、 110.0、 108.8、 108.8、 107.0、 108.0、 108.5。 より音を取りやすい位置にしてみたにもかかわらず、数値的に逆に下がっているのは内圧低下の予感。最初の5発平均は 110.1、 一番低い数値ですね。実際に打っていても一番音は小さく感じました。次はサプレッサー装着状態での検証。一発目 98.0、 98.2、 98.0、 97.5、 97.2。 六発目 80.1、 95.8、 95.8、 95.7。次は中真横での確認。一発目 94.5、 94.2、 96.7、 93.7、 96.0。 5発平均は重厚 97.8、 真横 95.0。 重厚としては一番低く、真横では一番高い結果。相手側に一番聞こえるのは重厚の数値ですので、ここを低く抑えられるのは4分の1開放の利点ですね。重厚ちょい出しで丸いバルブを再確認。一発目 105.4、 108.2、 108.0、 108.1、 107.8、 5発平均 107.5、 同じ位置で4分の1開放バルブの射撃。一発目 95.0、 94.7、 94.6、94.4、 92.7、 高圧平均 94.3。 丸いと比較して 13.2dB も下がってました。丸い側はしばらく放置で内圧が高まった可能性あり、ガス圧と放出量が音に大きく影響している結果ですね。それでは2つを打ち比べたところで今回のまとめを。今回はバルブ放出量での遮音機能の違いを検証。平均初速は東京丸い 80.79、ライラックス 83.65、 4分の1開放 60.27、 重要なサプレッサー装着重厚前デシベルは丸い 107.5、 4分の1開放 94.3。 以上の結果となりました。いや、だいぶ差がつきましたね。放出量を絞ったマガジンほど音が小さくなるので、より相手に気づかれずに撃ちたい時に使えそうですね。相手陣地への潜入や近距離戦になりやすい状況で4分の1開放バルブに交換という使い方も良さそう。
通常弾と亜音速弾の使い分けみたいでプロっぽいですね。ただ注意してほしいのは定例会なので弾速を測る際に一番初速が低く出るマガジンで測定を受けるのは NG。 これはダメ絶対。その日持ってきた中で一番初速が高く出るマガジン、そのマガジンで測定を受けるようにしましょうね。測定する側もこの点は注意してみてください。ルールを守って楽しいガスガンライフを送りましょう。 MK23 は作動音が意外に大きいことが判明したので、そのうち消音化カスタムを取り扱ってみたいと思います。それでは今後の動画もお楽しみに。バイバイ。